新型アウトバック、これに乗るために東京に来ました。ただいま深夜の2時半。首都高も空いていることでしょう。最高峰の4駆システムによる雪道性能、アクロ走破性とオンロード性能の両立、乗りやすいサイズに買いやすい価格、遅すぎず燃費が悪すぎないパワートレイン、ブレーキホールドや追従式クルコンなどの豊富なアシスト装備、これらが揃った完璧な車として、特にアクロ走破性と価格まで、含めた上での最適解として、ここ数日で気になってしまったのが、このクロストレックと XV なのでした。グレードと駆動方式が2種類あって、一番安いものだと266万円スタート、新車を買っても300万ちょいに収まる、バランスの良さも魅力なんですよ。というわけでいきなり走り出しちゃったけど、変な癖がなくてむっちゃ乗りやすいですね。でかすぎない車体に自然なドラポジで、乗った瞬間から体に馴染みます。ここ U ターンしていいのかな？禁止の標識はないよね。周辺への視界も良好で、純正で車高が上がってるおかげなんだろうか。言葉にできない乗りやすさがあるのよ。ハザードも押しやすい位置にあるのがいいよね。この縦長のナビについては、初見だとちょっと戸惑いましたね。でも最近の車のナビシステムなんて、乗ってすぐ使いこなせるものではないですし。ブレーキホールド機能のオンオフ、センターコンソールのボタンじゃなくて、ナビの車両メニューから選択するんですよね。大抵の車種がすぐ押せるボタンなのに、なぜテスラみたいに埋め込んだし。さていきなり首都高に上がっていきましょう。始動直後なのでベタ踏み加速はお預けですが、大抵の合流なんて全開ではやらないからね。中間トルクの出方を確かめよう。e ボクサーというハイブリッドシステムを搭載していて、車重 1540kg に対して、エンジンは145馬力だ。モーターは13馬力らしいですが、正直このハイブリッドシステム、なんちゃって感が強いですね。どちらかというとアイドリングストップをちょっと拡充した程度の動作しかしないので、極限状態で走らないと燃費出せないかも。トヨタのプラグインハイブリッドみたいに、モータートルクでグイグイと走れたりはしないんだよな。ハンドルが軽すぎる。後から説明するけどロール収束の味付けは絶妙なんですよ。マイチェン後のスープラと互角のロール感、乗り物の動きとの一体感は素晴らしいけど、ハンドルというより、乗り物のロールで動きを感じるような乗り味ですね。というか今、後ろが来てないからむっちゃブレーキ踏んで入れちゃったけど、本線側があれやると一気に詰まって追突の原因になるので、適当に真似しない方がいいです。前照灯を消せるといい合図になるのですが、昨今のオートライトはそういう操作のやり方がよくわからないですね。知らぬ間にオートハイビームが作動していて、必要ない場面で光害を撒き散らしてることもありえるよな。手元のスイッチをオートから前照灯オンに持っていくか、機能自体を切った方がいいですね。最近の車はマジでわけわからんわ。軽すぎるハンドルに体を鳴らしている間に、途中で区切っちゃった e ボクサーについて補足を。燃費能力自体は伸び悩んでいるけど、その分ガソリン車と遜色ないフィーリングがあるんですよ。どうせ大抵のユーザーはガッチガチの燃費走行なんかしないので、ガソリン車感覚で乗れるこっちのシステムの方が、私としては好きですね。待ってね、どっちに行けばいいのかわからない。私東京にはたまにカーシェアに乗りに来る程度なので、池袋とか言われてもどこなのかわからないんですよ。まあ間違えたらその時はその時でいいか。カーナビを試せればよかったのですが、なんか使いこなせませんでしたね。定番の車線逸脱機能ですね。運転手の脇見を注意する機能もあるっぽい。安全な車になりました。前にレヴォーグに乗った時もそうだったんだけど、ハンドルが軽すぎません。女性でも楽々乗れるといえば聞こえはいいんだけど、公式サイトに色々と書いてある割には、普通にスッカスカなんだよね。この車のハンドリングの良さは、ステアリング機構そのものじゃなくて、ロール収束のタイミングから来ているんですよ。まあ切ったら切った分だけ曲がるけどな。さてさて、乗り心地についてですが、これは大当たりですよ。いい足回りです。段差を越えた後に、ちゃんとタイヤホイールをしなやかに動かしてくれるんです。そうやって衝撃を受け止めてくれるけど、減衰も絶妙な力で締めているので不安不安とすることもない。持ち上がった最低地上高の分を、しっかりと乗り心地の良さに転嫁できています。これができてる車種ってむっちゃ少ないのよ。無数にある SUV の中でも、CHR とカローラクロスくらいしかないんじゃないか？それでいて高速域での安定感もバッチリ。微妙にリフトアップされてるけど SUV ではない。このメリットが生きています。今わざとはみ出しに行ったんですが、しっかりハンドルを切って戻してくれますね。地味に90キロ出てるんだよな。ここ40キロ制限だったろ。まあ暖気を兼ねてゆっくり流しているだけですし、しばらくは臨場感あるドライブ映像をお楽しみください。さっきサクッと言ってしまったけど、こういうしなやかに動いた上で不安定さを出さない足回り、本当に希少なんですよ。最低地上高だけ上げているけど、高速域の安定性のためなのか、ゴツゴツ硬い SUV が多いこと多いこと、私の理想ってむちゃくちゃ高いんですが、クロストレックはそのあたりのバランスの次元がなんか違うんですよね。というか車線内での位置調整レベルでもソーダアシストが作動しちゃって、邪魔になりそうですね。ここで切れないかな。
ここ数年のトヨタ車はどこ触ってもこの機能が切れない感じがあるからな。スバルは比較的楽にアクセスできるな。良くないことだけど、運転中でも操作しやすいですね。右下から2番目のここが現在地に戻るボタンですね。さてさて、モザイクでタコメーターが隠れてしまう前に、残念なエンジンのトルク特性について話しておきましょう。2リッターハイブリッドを搭載しているというわけですが、モーターは非力なので、基本的にはエンジンで引っ張っていくことになります。そのエンジンの145馬力は、レッドゾーンスレスレの6000回転での数値となっているわけです。最大トルクの188ニュートンは、諸原料の上では4000回転から出ているのですが、踏み込んで運転している際は、トップエンドのレッドゾーンスレスレでしか、発揮されない最大パワーが大きなネックとなります。まずですね、100% 踏み込んでレッドゾーンまでぶん回していった際の、最大の加速力は結構あるんですよ。でもさあ、スロットル関連の制御がダメ、これを全然活かせてない、手元でSIドライブっていうの?パワーモード的なものに入れられるんだけど、それでも全然ダメなんですよね。具体的に何がダメかというと、結構奥まで踏み込んでも、最大の加速力が全然出てこないんですよ。奥まで踏み込んで、そこからさらに数カウントキープして、それでようやく上が解放され始める感じ。これは3周目の映像なのですが、タイヤマネジメント的にはまずありえないタイミングで、アクセルを全開にしています。圧倒的なシャシー性能に対して、絶対的な加速力がちょっと足りないのも残念ですね。これくらいフィーリングのいい4輪駆動車になると、立ち上がりでわざとアクセルを乱暴に開けることで、すでに横方向に使用中のタイヤに、縦方向の力も与え、わざと容量をパンクさせて膨らませる。そうやって膨らんでいった先のラインが、ちょうどコース幅を使い切れるところに来る。そんな乗り方がしたくなるんですね。でもそれをやるには加速力が足りない。十分すぎる性能なんだけど、ここがもどかしいところですね。路面が激しくうねっていても、これっぽっちも安定性をそがれる感じがない。些細なうねりでテールが流れ、スピン仕掛けた経験がある私には凍結路でも頼もしく覚えます。せっかくこれだけ高いオンロード性能があるなら、ハイパフォーマンスバージョンを出してほしいですね。300から340馬力くらいあってくれれば、それが込み込み480万以下で買えれば、完全に弱点がなくなりそうです。さっきからスポーツ走行してるけど、これオフロード重視の車だからな。普通車というかリフトアップしてない方というか、そっちがあった上でのこれですからね。というかこれ実はですね、リフトアップしてある分の値が出てるんですよ。だいたい70キロより上の速度域で、アウト側のサスペンションを強く押しつぶした状態で、段差をガタンと乗り越えた時、こんな状況、首都高じゃよくありますよね。その時にタイヤが暴れ回るような、CX5 サイズの SUV みたいな動きが、下回りで出ちゃうんですよね。だから完璧なオンロードスポーツなのかといえば、それはまた違うと思います。でもね、ちょっと暴れる車体を気遣いながら、ペースアップしてガンガンに攻め込んでいく楽しみってあるのよ。SUV みたいな鈍重な動きが一瞬出るけど、恐怖や危険にならない程度の領域で収まる。海外の人の検証動画を見ると、本格的な SUV に匹敵するレベルに高い悪路走破性を持っている。それだけのものを与えた上で、オンロードもこれだけ安定していたら最高でしょう。珍しく独り言も出ます。ボソッと漏れた程度なので聞こえないでしょうが、これは熱い車です。ここら辺の直線で、安全そうなら踏んでみましょうか。しばらく無言タイムです。CVT なのに、多段式 AT みたいに変速していくんですよね。もちろんパドルシフト付きで、変速を固定させて自分でギアを変える操作もできます。このモードが付いているのは最高ですね。同じ CVT でも S とか B しかないのとは大違いです。さて例の左コーナリングですが、乗り物のセッティングとしてはアンダーステア傾向ではなさそうですね。追い込めば追い込むほど前がグイグイとインに入っていくようで、後ろは安定を保っているような、さっき言った SUV チックな動きのせいで、タイヤが鳴るくらいまで追い込むのはちょっとしたくないので、軽く負荷をかけた程度の動きですがね、少なくともフロントのスタビを相対的に強くして、ひたすらに前がアウトに逃げていく安全なアンダー。そんな感じのセッティングにはなっていませんでした。おいおいはみ出してくんじゃねえよ、もっと丁寧に運転しろ。私ですね、あのサイズ感の車は普通にでかくて乗りづらいって言うんですが、よくコメントが来るんですよ。あの程度のサイズをでかいとか言うのは、運転が下手とか向いてないとか。でもああやって普通に車線に収まってないし、狭い道でのすれ違いだってあからさまに邪魔になるし、駐車マスで隣の車の乗り降りを妨害する。そんなことしてる奴らばかりなのに、何様なんですかね。欲しい車がたまたまでかかったなら仕方ないけど、何も考えずに車を選んでるようにしか見えないですね。
私が白線に乗るくらい左に寄って、安全にすれ違えるようにその都度気遣ってやってるのに、ネットでも自分勝手に横暴な態度を取るんですね。車線内の走行位置を決めて、繊細に乗ってたらでかいだけで邪魔になるのに、それが気にならないって何考えて運転してるんでしょうか。タイヤが車線内のどの位置にあるか、分かった上で的確にラインに乗せるように乗ってたら、でかいサイズが普通だとか絶対言わないですよ。クロストレックはそこら辺のサイズ感まで絶妙だからな。オフロードカーとしてはこれがまた最高なんだ。すれ違いで他人を押しのけないどころか、思い切り左に寄せられるので誰が対向車に来ても安心ですね。さてさて、なんか速いペース感の車が来ましたね。あれはハリアーか？右から合流が上がってくるタイミングでそのペースで追い上げてくるって、なかなかの重さですね。ハリアーの方も安定感はかなり高いからな。ペース次第じゃいいダンス相手になりそうだ。うんうん、そこは車間詰めるんじゃなくて、サクッと左に入って抜きますよね。前しか見てなくて、左レーンが空いてるのに車間をギチギチに詰めたりはしない。深夜といっても東京なので、詰まることはよくありますよね。でそこで入るのかよ、あれは真似したくないですね。適当に追いかけましょう。思いっきり追い込むとさすがに怖いので、クロストレックは程よく抑えるのがコツですな。ペースアップしていくとやっぱり怖いというか、不安定な動きがチラチラ出てくるんですよね。一旦フラットなコーナリング姿勢を作ると安定してるけど、ハイスピードでコーナーに飛び込んでいく場面では、どうしても覚悟が決まらないです。人生で初めて3周連続で走ったけど、やっぱりブレーキングは詰められなかったですね。それが安全に抑えられる範囲で乗るということなんだけど。おいおい、前のハリアーはまた白線をまたいでるぜ。車体がでかい弊害ですね。速度も乗ってるし右も空いてるから、的確に左に寄せるのが怖くてああなる。あんな運転してるやつばっかりなのに、でかくて乗りづらいという当たり前のコメントに噛みついてたら、ますます SUV は嫌われることでしょう。首都高は特に合流と分岐が不規則ですから、周りの車に対して見合わぬペースで走ってると、ああいうことになるんですよね。2レーン同時にまたいだようだけど、あのタクシーの人は、ちょうど四角の位置にいるハリアーを認識してたんだろうか。2レーン同時にまたぐのはやっぱりやめた方がいいですね。自分の中で1レーンずつ分けて行いましょう。あのハリアーの人、結構踏んでる感じですね。この先の分岐で右に行きそうなので、そこから先は1人かな、いうタイミングを逃していたけれど、クロストレックのロール関連の味付け、実はマイチェンゴのスープラと世界が似てるんです。ロールを徹底的に抑え込んでいるので、フラットな姿勢のまま曲がっていってくれる。旋回時にロールを始めてから、それが収まるまでも早い。本当に一瞬で収束します。でも切った瞬間にもうロールロックっていうの？そのまま吸い込まれてしまうわけではなくて、一瞬だけ荷重移動を作れる余裕が残っている。ここら辺の間合いの調整というかチューニングは、スープラを運転している感覚になるレベルです。ステアリング自体は軽くてスッカスカだけど、ドライブフィール自体が絶妙にいいのはこのロール収束のおかげなんですね。こればっかりは乗り物全体の動きなので、自分で運転して確かめないとわからない世界です。この世界に気づいてしまってから、運転中の私はスイッチが入って、一層とペースアップしていますね。相変わらず高速域からのブレーキングはなんか怖いんですよね。手前から控えめにかけて、速度は落としきってから進入しないと安心感が得られません。もっと長いこと乗って慣れるか、交通状況が良ければまた変わるかもしれませんが、いつもならもう十分と思えるスピード域から、さらに踏み込んで加速していきたくなる。数年ぶりに戦闘モードに入ってしまったようです。オンロードスポーツというか他の車と違うのは、スピード感に対しての不安感が出るタイミングの速さですね。出しているスピードに対して、怖くなってくるのはやっぱり速いです。私がプロレーサーだったり、クローズドコースだったりすれば気にせずに踏み抜きそうなのですが、普通に行動ですからね、常識的に乗るなら抑えて走ることになります。ちょうど合流とトラックを抜くタイミングが被るので、ここは手早く抜き去ってしまいましょう。車線の右スレスレまで寄せて、コンパクトな車なので左にも余裕を作れます。威圧感がないですね。その次のコーナリングにも物理的なスペースの余裕があって、横幅が1800に収まっているメリットが生きました。時刻は3時を回って、さすがに道も空いてきましたね。アルファードを先に持ってきて正解でした。見栄えは良くないけど交通量皆無だし、大胆なコーナリングを試しましょう。合流のために攻めた旋回をすると、車種によっては瞬間的に危ないことになることもあります。プラスアルファの走行安定性は、こういう場面でこそフルに発揮されますね。やっぱりふわふわする動きは消えてなくなりません。電子制御ダンパーがついていたら、快適性のためのストロークを捨ててギッチギチに締めたい場面です。今ハイエースと接近しましたが、1800ミリ程度なら恐怖感なく、幅寄せもせずに普通に抜けるからいいんですよ。おいおいおいそこで来るのかい。瞬間的にブレーキを強く踏みましたが、映像でもわかるくらいノーズダイブが起きましたね。安定感こそありますが、恐怖感がないと言ったら嘘になる。
このことは覚えておかないといけません。大抵のオフロード車ユーザーに、その最低地上高が必要な場面がやってくることはありません。私みたいにオフロードや除雪されない雪道にも行きたいし、その上でオンロード性能が欲しいなら、クロストレックは最高の1台となります。でもそういう悪路に行ったりしないなら、わざわざ車高上げて、常にこの不安感と向き合う意味ってなんだろうね。見た目はワイルドさあっていいじゃないか。というかまた割り込まれたんだけど、ミラーに映る光の距離感や相対速度の目測もしない感じですか？首都高はレーンチェンジや合流が下手くそでも、周りが対応してくれるから平気だぜ。今の数秒でなんかむっちゃ離れたけど、ほどほどにコーナリングしてから踏めば一瞬で追いついちゃうんじゃないでしょうか。この旋回終了間際の部分でガンガンに踏んでいける安定性。ここで違いが出るんだ。同じようなことを繰り返し話していましたが、さすがにそろそろネタ切れな感じですね。クロストレック、新車で見積もりを取ると、大体乗り出し400万円。公式サイトのコンフィグレーターで、ちょくちょくオプションを付けた上での価格ではありますが、カタログの266万円と比べるとさすがに高くなりますね。ここの出口は早めにフラットアウトしましょう。やっぱりね、ベタ踏みしてから最大加速が始まるまで、ワンステージ待たされてるね。昔の AT のキックダウンに例えるなら、今5速で2速に落としたいとき、普通なら奥まで踏めばすぐ2速に落ちるよな。これ当たり前なんですよね。でもクロストレックのパワートレインは、最初から奥までベタ踏みしても、2秒くらい3速でキープしやがるんですよ。その状態でも踏み続けて始めて、やっと2速相当まで落としてくれてさらに強い加速をしていくんです。アクセル操作に対する加速力の出方がむちゃくちゃだし、パワー自体はあるのに欲しい時に出てこない。これは非常に惜しいんですよね。まあパドルシフトでマニュアル操作してやればいいのでしょうが、レーン内で本気でタイヤグリップを使い切りに行ってる場面では、タコメーターをのんきにチェックする一瞬が危ないんですよね。でも自動でシフトアップはしてくれるみたいだぞ。じゃあマニュアルモード固定で乗るべきでしたね。ちょっと乗り方ミスっちゃったね。乗り物の手応えが絶妙で、夢中になってペースアップしすぎたな。練習もできれば十分です。さすがに降りて帰りましょうか。車高が上がっていて不安定で怖いんだけど、それを踏まえた上でさらにスピードを乗せていける世界。新鮮なものを味わうことができました。これだけ追い込んで走っても安全だったので、普通の人が買ってドライブしてても最高だと思いますよ。久しぶりにいい車と出会いました。これなら買いたいんだけど、個人的に400万は使いすぎなんですよね。あと仙台の XV の後期。あれも気になってるので乗ってみたいのですが、レンタカー屋さんが全然ない。どうせ買うなら、凍結路での走行性能も、オンロードでの性能も試してから決めたいな。車線逸脱の機能は戻しておきましょう。走行中に寝落ちしそうなくらい眠くなっても、この機能があれば事故を防げそうですよね。完全否定でもなく頼りきりでもなく、自分で制御するところとアシストしてもらうところ、ここを簡単に切り替えられる車が理想ですね。そういえば BMW は、ハザードスイッチの真横に、その機能のメニューボタンがあったよな。まあ私の動画の中だと、そこら辺の機能って邪魔者にしかしてないけどね。さてと、e ボクサーの動作についてですが、アイドリングストップのガソリン車と、今のところ体感できる違いがないです。ああ、後続車来ちゃったね。本当はゆったりとアクセルを踏んで、モーターだけで動かしたかったのですが、トヨタの PHV なら、この程度の加速はモーターだけで行くんだよな。最後くらい燃費走行時の動作も知りたいので、ここでもうアクセルオフ。お、エンジンがやっと切れましたね。これ周りに遅れないように乗ってたら、ハイブリッド生かすの相当難しそうだな。深夜の東京って信号が多いから秋の市街地だから、燃費走行しやすいって思うでしょ？全く逆なのよ。タクシーたちがガンガンにアクセル踏んで、ハイペースで駆け抜けてるんだよ。それに混じって走っていくような場面なら、e ボクサーはあんまり活かせないかな。青信号になった後、交差点中央までゆっくり前進する程度ならモーターで行けるか。歩道を入念にチェックしつつゆっくり動き出して、後ろのタクシーのためにちょっと踏むともうエンジンがかかっちゃう。燃費のためにも下り坂での快晴のためにも加速力のためにも、ハイブリッドのモーターはやっぱ強い方がいいですね。プリウス PHV は72馬力もあるからな、13馬力じゃやっぱり活かしづらいな。ちょっと速度を乗せておいて、先の赤信号に向けて早めにアクセルを抜いてしまって、ペダル操作は完全にしないか、アクセル回路は 10% いかない程度で乗れる状況なら、燃費も大きく伸びそうですね。
ダメだな。後続がいると深夜でもエンジンかけないと。誰か横断してるな。道路幅は広いけど、常識的に乗るならあんまりアクセル踏めないっすね。エンジンが一瞬切れたけど、青信号になって横断車もどいたので一気に再始動。交差点の慎重な左折はどうかな？切れましたね。で立ち上がりは普通にエンジンかけて、速度乗せるのがベストだね。かっ飛ばすような集団に巻き込まれず、赤信号が連続するような地帯に入れば、このレベルのハイブリッドでもちゃんと活躍してくれるようです。燃費との両立を考えるなら、もうちょっと頑張ってほしいハイブリッドシステムだったな。でもスバル車の顧客なら、これくらいガソリン車っぽい方が理想でしょう。長くなっちゃいましたが、ご視聴ありがとうございました。